文化放送中夜の G プラスニコニコのモースで配信中、鷲崎武史の夜ナイト、夜ナイト、改めましてこんばんは、鷲崎武史です。学園祭学園の沖馬です。はい、さらにこの方々。はい、高田雄貴です。千本木さやかです。はいはいはい、はい、お願いします。ここまでもう字がゼロみたいなね、その台本に書いてあることじゃなくてないですよ。そんなことないですよ。これもないつもりだったけどね。どうぞ、何かこれやってって書いてないの。やってくださいとは書いてなかったんですよ。何なのかが分かんない。シャローローンですよ。便秘解消運動だよ、そんなの。骨盤動かしてお腹すっきりみたいな。腸をいっぱい動かしてみたいなね。痩せたい。痩せたい。ちっちゃい声で痩せたいって急に。痩せたい。そうそう、僕はまあ2人ともちょこちょこっとは知ってますけど、今も何も知らないんだろ。何も知らないですけど、出てくる出てくる。邪魔だ邪魔だ。俺がだ俺がだ。いや、一方的にもちろんいろいろ見聞きはしてますけど。本当ですか。正直ちゃんもたまに聞きます。何してますか。え、正直ちゃん何してますか。つい最近でも木曜なに旦那が出てた。それが一番最新の情報だ。正直ちゃんの情報じゃねえ。確かに。やだわ、俺のこと知ってるかつって俺の兄貴のこと言われたらやだ。そう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 、兄貴もすいません、市場で。とんでもないよ。いいですか。とんでもないよ。田中さんとね。ということで、いや本当にね、今日はじゃあパーソナリティな部分を、そうですね、ちょっとどんな人なのか教えてもらっていいですか。確かに。まずもう新人でないとやらない自己紹介みたいなやつ。新人でどんな人なのか、どこの事務所にいる、どんな人なのか教えてもらっていいですか。私、あの1993年生まれの、いくつだ、福岡県、いや計算もやめて、1993年生まれ。出てるし。なんでわかんない、誰も計算できないと思う。計算の働くする脳がなければね、わかんないから。ということで、福岡県は北九州市生まれの、声優でございます。そう、なんと、いろんなものが、本当に運が回ってきまして、はい、2017年に地元北九州市の観光大使を務めさせているのは、どうも。なんですか、きったねえとは。きったねえって神戸なれますよ。八崎さんですよね。そうなの、偉いね。ちゃんと俺が神戸出身のこと分かってるね。そういうのもしれって入れてくるじゃん。さすがだね。あとは、あとは、あとは、観光大使です。うん、あとは、挨拶があります。急激に細くなった。さっきやったもんね。観光大使掘り下げでもまだいけるのに。そんなになくなる？もうじゃあ、でっかく私観光大使って書いてある以外にはもうオリジナル挨拶になっちゃう。なっちゃった。でも一応声優初です。北九州市の観光大使。観光大使その情報以外ねえのかつってんだ。確かにいつあるあるシティに行っても高田さんのポスターが貼ってある。そう、もうここ今月も来る、来月も来る。もうずっと凱旋って言ってもう勝ち時を上げて帰ってます。凱旋ってたまにあるから貴重なのであって、なんか月一ペースで何らかのイベント誰か連れて帰ってきてる。高田さんが一遍はまた凱旋してきますって言って、またでも引っ越しの話じゃん。近めて言うとだけど、待ってましたな感じだもんね。いや本当にだから毎回凱旋イベントのお知らせするたんびに、なんか最初はみんなお帰りみたいな感じだったけど、だんだんなんか泣いてんじゃん。笑いすぎて、これ笑いすぎて泣いてるなんですけど、もう何回も帰るから、また帰ってくるの、また帰ってくる。嬉しいよ、嬉しいよ。みんな大好きだ。マジで東京に行ってるのかどうかのが不安だと思う。確かに地元民として実は誰にも気づかれないようにこっそりと北九州で暮らしてんじゃねえかって。リモートでやってた。グリーンバックに東京タワー移してんじゃねえか。北九州民を騙そうとして、東京だよって一番わかりやすい場所で言うんだ。しかもね、モノレールのなんかラッピングとかもしていただいたりして。ラッピングモノレールになったことがあるの。高田雄貴号ってこと。そうです、そうです、そんな売れてんの。いや売れてます、売れてるんですよ。そうなんですよ、過去ね。過去ねって言った。いやいやいや、でそれで伝説のウェブがあって、なに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 、犬くんやつ。いやいやいや、これでラッピング号は出発しますって言ったら、カスみたいな音しか出せなくて、車掌誰が勝つ、ふーって行かないといけない、みたいな、おろろろろろみたいな、みんなおろろろろみたいな感じに、伝説の笛吹きを残してる彼女なんですよ。
れが今日も吹いてもらえばよかった。なんか笛吹いてもらえばよかった。観光大使オリジナル自己紹介、ヒョロヒョロの笛です。3本立てでヒョロ笛声優、ヒョロ笛声優、ヒョロ笛役があったらぜひヒョロッスルだ、ヒョロッスル。どうぞ皆さん私に笛をください。持ち歩かないと、笛をください。集まってくる、日本中から集まってくる。ミスターサタンが言ってくれ。こいつに笛を預けてやった。僕がいくら言ってもくれないから、みんなが。じゃあ地球人に全然信用されて、信用されてない。力は持ってんだけど、そう、ね、ほんと人知れず、そしていろいろやってるけれども、うん、さらに私ですか。ボンボン、私はですね、知りたい知りたい、私は1995年生まれの、うん、はい、埼玉県出身の声優でございます。専門家です、はい、弱い。どちらかは明かしてらっしゃいます。あ、どちらかは明かしてないんですけど。明かしてないんだ。はい、埼玉県、僕埼玉県越谷市、あ、南越谷。あ、じゃあちょっと違うかもしれない。全然違った。全然違った。違いますね。あの埼玉ね、広いんです。そう、広いんですよね。黙ってろ。近かったら盛り上がる。違うじゃん、結構いい牌集まってたんですよ。行けなかったと。ただ広いの。出てけ出てけ。秩父の聖地巡礼小旅行ぐらいかかるの。埼玉スタートでも。そうですね。ちょっと埼玉以外の話で、埼玉以外の話で、そうなんだ。あ、それこそこの観光大使とヒョロブエがあるけど、ヒョロブエと、あと走れ歌謡曲の土曜日パーソナリティ。そうだそうだ、はい、それそうだそうだ、それが走れの最そのラストキッカーだったんだもんね。それが結構このシャカリキちゃんの推しでしたね。いやいやいや、放送的にも。はい。観光大使と走れ歌謡曲は。走れ歌謡曲やりますって決まった時に、うんうんうん、皆さんから頑張ってくれっていうことで、うん、プレゼントをいただいたんですけど、なんとですね、コンパスをいただきまして、眠い時にこれで膝に刺して。針としての。そうですそうですそうです。あの、トラトラのバームですよね。タイガーバーム。トラのバームって呼んでんだ。ヒノハリグルグルバターみたいな言い方が。トラガラのタイガーバームこれを鼻に塗り、目に塗り、でもうちょっと刺激が欲しいって言ったらコンパスを刺してくれ。なんかあれだね、ラジオリスナーだね。そうなんですよ。なんかその感じ、なんかラジオリスナーがいじってる感じが。それで彼女の頑張ってくれっていう動画をいただいたんですけど、今は不明ですね、どこに行っちゃったか。不明なので今カミングアウトするけど、どこ行ったか分かんないわ。なんで初めて知ったそれ。終わってし長い長い歴史に幕を下ろしちゃってんじゃん。いいじゃん、そんな頑張って撮った動画でもないでしょ。めっちゃ撮りました。めっちゃ撮った。めちゃめちゃ元気なやつ。どういうやつですか。やる気とか リピとかリピとか、もう見たよ、頑張ってね。やる気とから始まるのいいっすよ。ねじれながらやる気とから。お前のことだけ目立とうとしてんじゃん。確かに。自分のこそとしてんじゃん。もうなくなっちゃいました。やる人になっちゃってるじゃん。よくないわ。妊婦さんにもそうすんのかって話だよ。安産祈願。やる気とってやるのかって。優しく、その妊婦用のやる気もあるでしょ。そう、ちゃんと手をつないで、皮膚だよ。皮膚で。生まれるし、もうギリギリだった。安産祈願とかのレベルじゃなかった。その場にいるなんで私いるんでしょう。でも私がここに来たということはやる気だ。静かに今ラマーズ中だから、皮膚中だから静かに。中にやる気とじゃねえ。出ていけ。うちの嫁が頑張ってる最中に。誰だお前。すごい、なんかもうシャカリキちゃんではこれ出すとみんなシーンとするんですよ。シャカリキちゃんで、あ、出た出た出たみたいな感じで。俺も5年やられたら黙るよ。やっぱシーンとなるんですけど、やっぱ外でこうやってるのを見たりとか、たまに一緒になった時にやってたりするのを見ると、結構みんなわーってなってくれるんで、あ、まだそういけんな。関係性的に黙れる関係性にまだないから。そこまでね、またまだ行ってきましょうね。そのうち俺がそれを見て黙るようになったら、あ、もう長い付き合いだなって思えるようになれる。OK です。いつか見慣れてしまうんだ。涼しいですね、こんなに。なんかね、盛り上げてそう、それぞれね。寂しいな、いつか見慣れちゃうの。いやいやいや、そういう幸せもあるから。出た出た、あるありますか。あ、やる気出た、やる気出たやってますから。もんちゃんだってないでしょ、そういう。確かに。私はそのだから、この沖南の木千本木ぐらいしかないですね。しかももう超嫌々だもんね。やりやすい。あれは説明として置いただけだもん。そうですね、まあ、あの、この勇気では
できないですね。そうだね。こういう意味ではちょっとやっぱできない、ね。そこがでもボンの好きなとこだからね。いやーどう急にちゃんちゃんが始まった。急に始まりましたね。なんか誰も想像してなかったタイミング。声優だなおい。どういうこと？やばいな。会話運びが声優なの。急なイチャイチャ混ぜ込んでくんじゃん。イチャイチャイチャバター急に打ってくるじゃん。後付けの。スルそれは。よし一瞬やっとこう。一瞬やっとこうイチャイチャ。あ、ね、うん、じゃあそれはでも、うん、ラジオ内で聞いてこっちなくやねんだ、ね、よし、ヨドバさんでおき、はいはいはい、今回高田さん、先輩たちが突然ヘルナイトに遊びに来た理由教えてください。